このちっちゃい部屋から、こう発信みたいなイメージでこう。だからちょっとリリック書く前に遊びましょう。気持ち遊びみたいな。これの説明書的な曲ってこと。さ、チェック、チェック、チェック、イエー、イエー、もう大丈夫です。イエー。